ちんね。帰りはまさやくんの根性で。へえ。彼氏の紹介みたいなものよ、母親に対してね。あら、嫌なのかしら。まあ、お母様に対しては少し言いたいこともあるし。でこの辺では結構名門らしいのよ。リセの老星院家やマリカの妙義家と並んで。先に連絡は入れてあるの。さ、行きましょ。彩香さん、それに小野木雅也、学校を抜け出すのは明確に校則違反ですよ。まあいつものことですから。それを本人が言ってどうするの。大体こんな時間に男子と一緒にいるなど、愛も変わらず淑女らしからぬ行動ですね。何がおかしいの？お母様、今日はわざわざお母様に彼氏を紹介しようと思って来たんです。紹介。私はあなたが誰と付き合おうが気にしませんよ。
それは分かっています。じゃあ何をしに来たというの。校則を破ってこんな時間に。お母様、あの朝私に言ったことを忘れたとは言わせませんよ。ただ別に今さら撤回を迫ろうというわけではないわ。あの時私も似たようなことを言ったし、それは撤回しないから。よくもまあそんなことを。でもこれだけは言っておきたくて。いい？お母様、私とマサヤ君は、私たちは愛し合っています。お母様、私誰かを本当に好きになるのはこれが初めてなんですよ。それが？だから初めて知ったのだけど、誰かを愛して愛されるというのはとても素敵なことだと思う。こんな素敵なことを汚い言葉で罵倒する、それはやっぱり間違いだと言わせてもらいます。勝手にそう思っていればいいでしょう。内心の自由は誰にでもある。しかしそれでも神の目は欺けません。ヨハネ第8章では姦淫の女に対して誰も石を投げることはできなかった。なぜなら三条の水訓にあるように。お母様、福音書の講釈は結構です。ところでお母様がもしもお父さんのことを本当に愛していたのであれば、あの朝の私の暴言は撤回するわ。恋は盲目という言葉、今の私なら納得もできるから。どっちでもいいわよ。でもきっと恋愛感情は宗教上の規定よりも。話はそれだけ？ええ。ではもう行きなさい。明日も早いのだから。はい、ではごきげんよう。いつもいつもごめんなさいね。つまらないことに付き合わせちゃって。でもこれでようやくすっきりしたわ。やっぱりあの時のことは私の中でずっとわだかまりになっていたから。まあしょうがないわよ、お母様は。でも私、さっき言ったこと案外本気なのよね。泥棒猫っていう発言の撤回よ。浮気や不倫は今でも嫌悪を覚えるけど、でも好きになってしまったのならお母様にとっては仕方がなかったのかもしれない。たとえクリスチャンだとしても。
っき言いかけたのはそれ。マタイの5章ってなんだかんだで私も覚えちゃってるけど。イエスは言うわ、情欲を持って人妻を見てはならないと。姦淫の禁忌はモーセの実戒にもあることだけど、だから普通の倫理観以上に思い切ったことだったと思う、お母様にとってはね。よくドラマなんかで言うじゃない、知り合うのが早いか遅いかの問題でしかないみたいな。もしもそういう心境になってしまったのだとすれば、お母様としては前に突き進むしかなかったのかもしれないから。まあね、しかも初回で大当たりを引いて、私って男運なら世界一かもしれないわ。そうかしらね、マサヤくん。浮気なんかしたら許さないからね。私、ひょうひょうとしているように見えて、実はとっても独占欲が強いんだからね。好きよ、マサヤ。そのうち私も雅也くんのこと部屋に招待できるようにしないといけないわね。今はちょっとね、私小さい頃から後片付けが苦手なのよ。うい、まあひどいもんよ。使用済みの下着が平気で床に散らばっているんだから。使用済みは冗談。ただ干した後収納したりするのが面倒だから、ポイポイってその辺にね。まあ私の中ではそれなりの秩序があるんだけど、妹に言わせるとまさしくカオスなんだってさ。言いつつ、たまーに洗濯自体を忘れて洗ったつもりの下着をまた使っちゃったこともあったりして。というのは本当、でもそれは今度からは気をつけないといけないわね。だってそんな下着を身につけて彼氏の前に出てきたらさすがに恥ずかしいもの。
あ、今むしろ見てみたいかもなんて思った？詳しくない状況なのよね。体育祭で跳ね上がった後はずっと横ばいのままだわ。それはそうでしょう。あれから何があったわけでもなし、普通にしていて上がると思っているなら甘いんじゃないの？ふう、横ばいにしても過半数に近いのなら文句もないのだけど、それもまだ遠いし。これはやっぱりシャンドノエルにかけるしかないわね。かけるって何をするつもりよ？例年白百合会紅原会対抗で合唱するわね。ところで私が何部に所属しているかご存知？合唱部でしょ。でもどっちが勝っても評価にはあまり関係ないと思うけどね。それでも勝つに越したことはないわよ。それでみんなに聞くけど、合唱の経験はあって？ないわね。ないな。ないです。みんな未経験者なのね。まあいいわ、みんな最初は初心者なのだから。だったら練習あるのみよ。ということで、これから毎日放課後は練習するわよ、みんな。いいわね？了解。うん、わかりました。マサヤ君も？いや、混成といっても数が合わないし。まあいいんじゃないかしら。せっかくこれまで変革の象徴として頑張ってもらったんだもの。まあそれもそうね。ここに来て仲間外れもないか。そのせいで負けなければいいけどね。嫌なこと言うわね。マサヤさんは何かと器用だもの。きっと歌もうまいわよね。そういえばあんた結構音痴だったわね。今なんか歌ってみなさいよ。まあ人間得て増えてはあるから。そうそう、声自体はとてもいいと思うのですが。
相変わらずね。これは前途多難ね。まあ頑張りなさいな。合唱で頑張るのももちろんいいと思いますが、姉さん、単独コンフェッションには出るのよね。そうね。それは覚えているけど、やっぱり気が進まなくてね。大切なロザリオが錆びついていたとか。錆びもカビもないってば。気持ちはわかりますけれど、やっぱり出た方がいいと思う。そう？だって姉さんは今年で最後なのだから。後からいくら望んだってもう次の機会はない。それに卒業する前に生まれ変わった姿みんなに披露しておくのも悪くないと思う。卒業したって何かと関わることになるんだからね。わかった。じゃあそうするわ。まさやくん、もうこれで本当に決まりだからね。ロザリオちゃんと探しておいてよ。冬休み？もちろんすぐに戻ってくるわよ。まさやくんの元にね。リセも案外スパルタよね。でもその甲斐あって君ずいぶんと上達しているわよ。ほんとほんと、ルリコも言っていたけど、もともと声はいいものを持っていたしね。ねえ、知ってる？女の人って案外男性の声に惹かれるところがあるんだって。特には何も。宿題がどっさり出されるからそれを片付けたりとかね。家族で旅行は毎年行ってるけど、それもどうもね、あまり気が進まなくて。あとは家でホームパーティーみたいなこと前に言ったかしら。私のお父さんイタリアンのシェフなのよ。駅前のパッパトーレ月の石っていう店のオーナーシェフなんだけど。隠したわけじゃないのよ。ただ別に口にする必要もないかと思って。
で、パーティーでお父さんが手料理を振る舞うの。お父さんは家でも仕事かなんて苦笑いだけどね。それで料理は美味しいんだけど雰囲気が堅苦しくて。だってお母様のお友達ばっかりだもの。それである日わざとパスタをズバズバ吸い込んだのよ。そうしたらお母様ったらそっと惜しそうな顔してたわよ。まさやくんは年末年始も家に帰らないの？そう。じゃあ冬休みは二人きりで過ごしましょうね。ごきげんよう。準備はいい？じゃあ行きましょう。そうね。実は私サボりの常習犯で、前に出たのがいつか覚えてもいないくらいなんだけど、こういう楽しげな雰囲気は悪くないわね。あ、というのは冗談。磨き布で飴色になるくらい磨いてやったわよ。でもほら、結構綺麗になったんじゃない？好きな人にあげるんだもの、心も褒めるわよね。でも探すのに相当手間取ったのは本当。やっぱり普段から整理整頓しなくちゃダメよね。いろいろと恋愛チックなイベントの多いバンセンヌだけど、単独コンフェッションは中でも最上級なのよ。だってそうよね。季節はクリスマスで、みんなも見ている前でなくしたらそれっきりというロザリオを相手にあげる。これは確かにいいイベントよ。相手さえいればね。まさやくんと恋人同士になれて、私本当によかったわ。それでは入祭の歌として、きよしこの夜をみんなで歌いましょう。うちの部にとって晴れの舞台です。どうぞ。
ホスチアっていうのよ。あんまり美味しいものでもないけどね。うん。皮だけのモナカみたいで。ホスチアなんか食べたのは久しぶり。本当は味噌でもシント以外は受け取れないんだけどね。まあこれは半分お遊びだから。期待しているわよ、マサヤくん。コンフェッションの時間となりました。我こそはと思う二人は前へどうぞ。後でいいわよね。私たちは柄にもなく緊張してきちゃったわ。そうかしらね。道化から乙女か。それはそれでいい気分ね。出ることにしたんですね。マリカ、ハヤカさんは案外遠慮がちなところがあるから。どうかな。でも、せっかく好きな人ができたのですもの。参加しないのはもったいないと思っていました。おめでとう、彩香さん。祝福しますよ。ありがとう、マリカ。そしてそれは、きっとこの場にいるみんなも。このことの正しさには私自信がありますよ。さあ、では
ロザリオの交換を。おめでとう。